こちらイギリスのニューベリー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。インティカル、コースタート、パッションコート、この馬もコースタートを切りました。フライトワイン、前に行きそうです。インティカル、それに続いています。さらにはパッションコート、6番キャプテンミズーリ、その後ろスマートアート、どうやら後方からの競馬。それでは先頭から、先手を取ったのはインティカル、内からはアロマリーグ、その外からパッションコート、ブラックホーク、後位をキープ、ブラウンサイレント、そのうちに続いています。その隣にキャプテンミズーリ、その外からキャッシュタウン、その外にオリエンタルリーダー、藤山インディ、それに続いています。内からはフェアリークリスタル、その外からファーストジュディ。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。それでは先頭からフライトワイン、先手を取りました。前はフライトワイン、まだ粘っています。2番手はブラックホーク、絶好の手応えです。パッションコート、3番手、さあブラックホーク、このまま逃げ切れるでしょうか。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。さあ先頭に立ったのはブラウンサイレント。残り 200m、 先頭はブラウンサイレント。ブラックホーク必死に追いすがります。ブラックホーク追いすがります。一気にシーズメドウ、ブラウンサイレント、ブラウンサイレント、1着、2着にはどうやらシーズメドウ、勝ったのはブラウンサイレント、見事な勝利です。こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。さあ花を切るのはどの馬か。リジューローズ、前に行きそうです。パッションパレス、それに続いています。さらにはザライーカ、14番リードグレイン、その後ろもう一度先頭からリジューローズ、先手を取りました。その外からマンハッタンワンデス、ピンクの帽子、ピアシャルマン、その後ろリードグレイン、そのうちに続いています。並んで7番ザライーカ、パーソナリティエンジェル、この馬もこのグループ。その外にファイブラセーヌ、並んで5番アルーリングギャロップ。各馬ミディアムトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはリジューローズ、すぐ隣にリードグレイン、これに続いてアルーリングギャロップ、ザライーカ、すぐ後ろその隣にマンハッタンワンデス、パーソナリティエンジェル、そのうちに続いています。赤の帽子アレノプシス、いい位置につけました。その隣にファイブラセーヌ、その横にザインタ、先頭は依然としてリジューローズ。ここで先頭が入れ替わりました。リードグレイン、リジューローズ、2番手に控えました。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭はリジューローズ、リジューローズ先頭、2番手はマンハッタンアンデス、先頭を捉えるか。さあパレノプシス、一気に来たマンハッタンアンデス、頑張る。ここで先頭変わりました。先頭はマンハッタンアンデス、マンハッタンアンデス先頭、マンハッタンアンデス先頭、ザインタ迫る、マンハッタンアンデス、マンハッタンアンデス1着、2着にはどうやらザインタ、勝ったのはマンハッタンアンデス、見事な勝利です。こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。
スタートしました。サイデンス鈴鹿、好スタートを切りました。アラビアウィーナー、この馬も好スタートを切りました。ハートフェアリー、前に行きそうです。フライングリオン、それに続いています。さらにはサイデンス鈴鹿、5番シンフォニーウィンザー、その後ろジム&トニック、後ろからになりそうです。それでは先頭から各馬ロングトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。先頭に戻りましょう。先頭はサイデンス鈴鹿、短期の逃げに持ち込めるか。そして大きく離れてシンフォニーウィンザー、この位置です。ハートフェアリー、すぐ後ろ、その後ろにストラテジックチョイス、大きく離れました。フライングリオン、オレンジの帽子、タレンティドデライト、その後ろエアコネクション、それに続きます。少し間が空いてサンタフェマウンテン、青の帽子、プリティリバー、その後ろ、前はサイデンス鈴鹿、シンフォニーウィンザー、先頭に襲いかかってきました。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。サイデンス鈴鹿先頭、1馬身から2馬身のリード。2番手はシンフォニーウィンザー、懸命に追いすがります。やはりサイデンス鈴鹿先頭だ。ストラテジックチョイス、いっぱいになった。残り 200m、 サイデンス鈴鹿先頭だ。後続との差はまだあります。このリードを守れるか。2番手はストラテジックチョイス、サイデンス鈴鹿今ゴールイン。段違いの強さです。サイデンス鈴鹿1着、2着はフライングリオン、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。サイデンス鈴鹿、まさしく日本が世界に誇れる馬です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭はバトルライン、あと 200m、 先頭はバトルライン、先頭はバトルライン、アブクマポーロ抜けた。バトルライン追いすがります。アブクマポーロもう一伸び、アブクマポーロ1着、アブクマポーロ1着、2着はバトルライン、これが世界を制した実力だ。アブクマポーロ、
府中の芝2400メートルという過酷な条件に果敢に挑む乙女たち。今年のレースにはどんなドラマが待っているんでしょうか。3歳牝馬の日本一を決める優秀牝馬オークスの発想です。さあ最後は大外枠のアドマイヤーアマゾン、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ果たして何が行くでしょうか。マイネサクセス前に行きそうです。サラトガガーベラそれに続いています。さらには A 大クイーン6番笑顔を見せてその後ろ、もう一度先頭から先手を取ったのはマイネサクセス、その外に A 大クイーンピンクの帽子エアデジャブー、その後ろ内からはマックスキャンドゥ笑顔を見せてそのうちに続いています。その外にアドマイヤーアマゾン、その隣にアドマイヤヒル、その横にエリザベスヒーロー。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。1番人気のエリモエクセル現在馬群の中ほどにつけています。もう一度先頭からエアデジャブー先手を取りました。すぐ後ろに A 大クイーン並んで18番アドマイヤーアマゾン 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはエアデジャブー、すぐ後ろに A 大クイーン、その隣にマイネサクセス、その外にエリザベスヒーロー、ピンクの帽子アドマイヤーアマゾン、その後ろこれに続くのが笑顔を見せて、その外からアドマイヤヒル、その後ろからはマックスキャンドゥ、合計機を通過していきます。ここで A 大クイーン先頭に変わりました。メジロエイトほとんど差がありません。エアデジャブー3番手、エリモエクセル E1、 果たして先頭を捉えるか。 A 大クイーン先頭、差はほとんどない。2番手は A 大クイーン、 A 大クイーン、さあ手応えはどうか。さあエリモエクセル一気に来た、先頭は笑顔を見せて残り 200m、 先頭はエリモエクセル残り 100m、 エリモエクセル先頭、2番手はサラトガガーベラ、エリモエクセル1着、エリモエクセル完勝、エリモエクセル1着、2着はサラトガガーベラ、エリモエクセル完勝です。束を寄せ付けない圧倒的な強さです。